ジュビロにしたんだろうなって俺もよくわかんないです。遊びまくってました。遊びまくってたね。ビッグエコーで40万使う。女遊びとかめっちゃました。女遊びって言葉悪いですよ。女性と戯れること。これ流せんのか。高校からまた大学に行かれたんですよね、はい、それ高校からプロっていう選択肢はなかったんですか。あ、もちろんありました。高校3年生の夏前とか、はい、3年生の春先かな、プロリーグができるっていう話がちょっとにわかに出ていて、はい、当時の日本リーグ、日産とか、はいはい、ヤマハ、トヨタ、ホンダぐらいかな、ぐらいからオファーがありまして、はい、まあ、実際ホンダの練習にも2週間ぐらい参加させてもらって、まあ、怪我の治療込みだったんですけど、はい、で、まあ、そういう日本リーグの選手たちと対峙したい、まあ、黒崎さんとかアントラーズにいた、はい、ホンダさんとか北澤さんもいたかな、はい、あと関塚さんとかね、あの、はい、オリンピック監督とかです、はい、が選手でやってるところに高校2年生で僕がポコッと入ってたんですけど、まあ、そういうので経験してすごい身近な存在にはなったんですけど、はい、最終的にはあの先生がまず大学に行けと。あ、高校の先生ですか、はい、あ、じゃあ行こうかなって言って早稲田大学、はい、あの早稲田大学さん、はい、に我々高校のサッカー部から入った選手が誰もいなかったんで、はい、まあ、僕はそのルートを作るっていう、誰か一人行って、まあ、ちょっと活躍すると、はい、あの後輩がどんどん繋がるじゃないですか、はい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 、ところが、はい、あの評定平均が足りなくて結果ね、うん、結果3年生の1学期までの成績の平均を大学側に提出したんですよ、はい、だから大学が欲しかったのは2年の3学期までの成績で、はい、そうすると 3.98 で 0.02 足りなかったんですよ。4.0 以上だったんで、はいはい、結果受験もできずに、はい、まあ、それも今で言うとアンダー20のワールドカップはい、予選、アジア予選が僕らやってたんですけど、はい、帰国して清水駅に先生が迎えに来てくれて、はい、その車の中に先生が泣きながらすまんななみと、うん、大学ダメになったっていう、はい、あ、俺はもう全然良かったんで、はい、あ、大丈夫ですよ、俺もじゃあ社会人の方行きますよ、はい、その他あの 2,3 人直接社会人行く選手もいたんで、はい、ところが今度は親ですよ。話戻しますけど、はい、まあ、凄まじい家庭環境、はい、1番目2番目もう高校も出てないような人です3番目ギリギリ高校卒ですよ誰か一人ぐらい大学行けと、はい、でところで、まあ、大学に行くと。しかも、まあ、何校かお話しいただいた時に、うん、一番こういじめられないとこ、うん、一番1年生から伸び伸びできるとこって言って、うん、順天堂が高校の先輩もいますし、はい、まあ、強かったんで当時、はいはい、に決めましたね。あ、で順天堂に行ったらまた大学でもまたレベルが全然違うんですか、大学サッカー。あ、体の違いはすごい感じましたね、スピードと。だけども技術は、あ、十分やれるなと思ったんで、入学しても4日後か5日後にも試合、トップの試合出してもらったんで、創部40年からの歴史の中で、はい、1年生でそのレギュラー番号をつけて初めての人間と僕が言われました。おー、やっぱすごい。でもっと紐解くと、はい、推薦枠ができてから、はい、推薦枠以外でキャプテンやった初代なんですよ、僕は。当然サッカーで入るんで、はい、推薦じゃないですか。でもさっき言ったように、早稲田に受けるつもりでいたんで、はい、もう推薦の時期はもう終わっちゃったんですよ。普通に一般入試で受けて。勉強で入ったんですか。勉強で入ったって言ったら語弊が勉強で入ったまあ高校もそうかもしれないですけど、はい、まあ、補欠枠みたいなのあるじゃないですか、はい、受験でも、はい、その補欠枠を、まあ、今もう時効だからいいのかなこれあのこの辺の補欠枠だったのをスッとこの辺にしてくれてこれ流せんのかなもう20年以上前だからねで、そこからプロに行ったんですもんね。そうですね、まあ、延べ10クラブからオファー来まして、はい、大学生の時に10クラブからオファー来たんですよ、はい、で、これ自慢でもなんでもなくて、はい、当時の J リーグは、はい、とにかく人数囲っときたかったんですよ、はい、で今だったら30人とか28人少ないところ26人ぐらいでやってるところですけど、はい、当時45人ぐらい各クラブいたんで、うん、はい、まあ、10クラブしかないですし、はい、それぐらいのキャパでやって、まあ、2チーム分作ってで、サテライトリーグっていうのもあったんで、はい、もうサテライトリーグでも普通に7、8000人お客さん入ってたんで、おー、すごいっすね。まあ、J リーグ創世記は本当に、まあ、お金の面でも潤ってましたし、選手たちもトップ出なくても普通にサテライトリーグでもお金もらえてたんで、今とは全然違う環境でしたけど。で、その10クラブあった中 で、はい、で最後4つ選んだんですよ、はい、清水エスパルスと名古屋グランパスと横浜、はい、今で言うと横浜です、はい、で、ジュビロ行ったと、はい、で、まあ、いろんなことを雑誌で言ってますけど、はい、もう本当なぜジュビロにしたんだろうなって俺もよくわかんないですサイコロ振って、はい、ジュビロって出たからっていう感覚、今となってはでもジュビロに行ってやっぱ良かったですか。うん、まあ結果的に良かったんじゃないですかね。あ、はい、まあ、仲間が良かったんで、タイトル云々とかそういうのよりも一緒にこうなんていうか強くなるそのプロセス、うん、それをこういい仲間と共有できたのが良かったと思いますし、でもっと言うと契約形態が今と昔は全然違うんで、もう最初に入ったところと、はい、もう1年自動更新みたいな感じなんですよ。あ、そうなんですか。1年契約なんですけど、はい、自動更新みたいな感じでやっていくんで、ほとんど同じ選手とやれるじゃないですか、はい、ずっと強ければ、はい、今はもう2年とか3年契約
約で、はい、大体もうあちょっと出れねえなと思ったらすぐみんなどっか行っちゃうんで、はいはいはい、なかなかそういうね強固な仲間意識気づけないんですけど、はい、当時の選手たちは本当に今でもつながってますしね、うん、なんか当時のジュビロにいた時のとっておきのなんかエピソードとかってあったりするんですか？なんだろうな、いやとりあえず若手の独身のみたいなのの、まあ、リーダー的な存在だったから、とにかくどこ行くにもみんな引き連れて行ってましたね、はい、試合終わって飲み行くぞとか、はい、買い物どこどこまで行くぞとか、はい、今回2連休東京遠征行くぞとか、はいはいはい、ってやってましたね。遊びまくってました？遊びまくってたね。いや生半可お金もあるし、はい、皆さんどう思ってるか分かんないですけど、まあ、これ考えようですけど、はい、練習なんてほとんど90分とかやっても120分じゃあその以外の22時間何してんだって言ったら、はい、睡眠以外だったらもう遊ぶぐらいしかないですもんね。あめっちゃ派手な遊びしてたんですか？派手って言ったら、はい、どうだろうな、はい、ビッグエコーで40万使うとか。それどういうことですか？ビッグエコーで40万使ってどうしたら40万になるんですか？だからジントニック40杯とか最初から飲んでそれがもう何十セットで来るっていう感覚で、一部屋じゃなくて7部屋かでもうみんなわちゃわちゃしてるみたいな。あで結構やっぱサッカー選手だったんで女遊びとかも結構しました？女遊びって言葉悪いですよ。女性と戯れること、女性と戯れたり、まあ、それもあったし、うん、男同士野郎同士で一緒にいるのもめちゃくちゃ楽しかったんで、はい、こういうゲームとかもそうだし、はい、さっき言った買い物とかもそうだし、はい、知らないとこ行くかみたいなのもそうだし、はい、ちょっと今もう亡くなっちゃったんですけど、奥大輔っていうね、はい、元日本代表の選手がいて、うん、まあ、彼とか今ジュビロで強化部長やって鈴木秀人とか、はい、まあ、この辺本当によく一緒にいましたね。じゃあ今でも会うとその時の話とかやっぱします？します、します。本当に。でもその遊んでたことがプレーに繋がったりとか、後々生きてきたっていうのもあったりします？プレーには繋がってないよ。だけどオンとオフの切り替えって意味では、はい、それはなんかすっきりしてたんじゃないかなと思います。ああ、じゃあもうオフはとことん遊んでたんですか？そう、だから負けたとか、はい、あのプレーの悔しさとかっていうのを引きずらないで、翌日もしくは次の次節に向けたトレーニングをするって中では、うん、そういうオフの過ごし方って、まあ、今の選手たちももちろんそうなんですけど、はい、ものすごい大切だなと思います。あでもなんか僕も現役の今の現役の選手も知ってるんですけど、はい、今七海さんの話を聞くと昔の方がなんかすごい派手だなって思います。そうそう、今の子たちはもうお金を貯めるだけ貯めてるね、はい、全く何の魅力もない。そうですよね。いやお金貯金は大事、はい、お金をものすごく大事だと分かるんだけど、やっぱある人間が払わないと、はい、そう下のやつはついてこないよね。ああ確かに奈々美さんの世代の方ってやっぱ先輩がもうバンってお金払って連れていくみたいな感じがすごいイメージあるんですけど、カズさんとかもすごかったですよ。あそうなんですか。カズさんとのエピソードあるんですか？いや何個かありますよ、はい、カズナイトという夜会が開かれるんですけど。カズさんのおもてなし、はい、来てくれる人みんなへのおもてなしがすごくて、で最後ステージで自分が歌うんですけど、プーマの T シャツにプーマの短パンもうとにかくお酒浴びてもいいような格好に最後なって、まあ、歌って踊って終わっていくんですけど、はい、それも毎回開かれるんですか？カズナイトはもう最近は全然開かれてないと思うんですけど、若い時はもう毎回開かれていないですか？代表の試合終わったとかなんか言って、俺と、まあ、中山さんいたね、中山さんとカズさんともう一人ぐらい誰かいたんだよなぐらいでいて、まあ、都内のよく飲むエリアにいて、はい、そこから新宿2丁目行ってバッティングセンターでバッティングやつして一回体動かすんだねやっぱね。フルスイングしてそこからもう一回戻ってきて、はい、それで終わったような気がするんだよな。野球やるんですね、サッカーじゃなくて。そうバッティングセンターでなんかバッティングしたね。すいません、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします、はい、今回の最高スコープ、オフの過ごし方でオンも輝く。